教えてマスターの時間です。はい、今回も個人戦術編ということで、今回、53回目ですね。前回に引き続き守備の部分、特にグループ戦術と言われる部分の、個人戦術について、まあ、いつもの通りですね、マスターのメソッド的なですね、辞書になっていますので、そちらで個人戦術についてどのような効果があるのか、メソッドに沿っていろいろ紹介していきたいと思います。はい、今回の個人戦術はインテルセプタシオン、実際にはよく聞く戦術かと思うんですけど、はい、こちらもまたまた、ですね、恒例のパターンに沿って、要はどんなものか、どんな状況で使うのか、何をするのか、その結果どうなるのかっていうのをマスさんに教えていただいて、いろいろ深掘っていきたいと思います。それでは教えてマスさん、インテルセプタシオンとは要はどのような戦術パターンでしょうか。はい、インテルセプタシオンを簡単に説明すると、インターセプト、はい、ボールの行く先を防いでボールが目標に到達するのを妨害する。どんな状況で活用するかというと、ボールを持っている相手を守備するときと、ボールを持っていない相手を守備するとき、具体的に何をするかというと、パスを取る、その結果ボールを保持する。以上です。これはね、スペイン語で聞くと、はい、長いんだけど、要はインターセプトなんですね。うん、インターセプト、もう途中で取るということで、これはとてもまあ皆さん聞き慣れてる言葉、インターセプトですね、パスを取るということなんですけど、まあ、フットボールというかフットサルの中でこれってやっぱりこう奥が深かったり、いろいろ注意するポイントとかあったりするんですか。このボールを持っている相手っていうのが、まあ、実はこの個人戦術なんですよ、自分の中では。うん、で、個人戦術でボールを持っている相手に行くってことは、ボールを持っている相手のパスを取る。だから自分がプレスに行ってパスするところを取る、うん、これもインターセプトで、まあ、簡単に言えば1人目ボール保持者に対してプレス行ってる人の1人目のインターセプト、はいはいはい、でグループ戦術的な話になると、ボールに行ってるボール保持者に対してプレス行ってる仲間がいて、でそこの隣、まあ、どっかで隣とかで待っているのが自分で、パスが出た時にそのパスを2人目の守備者として取るのがこのインターセプト、グループ戦術のインターセプト。だからボールを持っている相手、もしくは持っていない相手っていう2つあるっていうのは、そういう意味で、はい、まあ、インターセプトの中でも自分は個人とグループって2つに分けてる。個人がまずボール持っている人に対して、そうでグループっていうのはそこに対して1人目が行った後、明らかにそこの人が何かこう別の人にパスするよっていうのを分かった上で、この連動があった上で2人目行くような、そういうものってことなんですね。うんうんうん、ここで言ってるのはその2人目の人を主に取るものですね、グループ戦術の守備。ここで、まあ、グループ戦術って言ったらそうだけど、ここのどんな状況で活用するかっていうとっていうところで、ボールを持っている相手っていう意味はそういう意味になるので、まあ、一応2つ個人戦術とグループ2つ、はい、含まれちゃってるかなって感じです。これはやっぱりその味方の1人目と2人目の人のこの連動あってこそっていうところですよね。2人目の人が取るってことは当然連動っていうかは分かんないけど、まあ、そのグループ戦術的にインターセプトを言うと、まあ、1人目がプレスがやっぱかかってるのが、うん、かかってて、2人目がよりこう、1人目はプレスかかってるから相手のプレーが制限されてて、2人目がパスを狙いやすいっていう状況になって、これはインターセプトが生まれてるって感じじゃないですか。で、1人目はプレス行ってなくて、例えば離れててまだ距離が遠い状況だと、それぞれみんながその時はインターセプトは難しい。要はある程度その1人目の人が相手との距離をちゃんと意識した上で、その2人目を準備しておかなきゃいけないですね。うん、1人目の守備に応じて2人目が当然そのプレスに行くわけだから、いきなり1人で行っちゃっても周りの人がついてこないとか、そういうところはよくこのオーガナイズの、まあだからある程度やってる人なんて当たり前で、それが意識的に動くもんだと思うんですけど、
なんかファーストが言ってる、ファーストっていうか最初のディフェンダーが寄せてるのに、なんかあいつなんか寄せてるなみたいなことに普通ならないんですよ。ちゃんとそこは分かってるから、チーム連動するから、あ、自分も寄せないとそこにパス来るかもしれないなみたいな、うん、でもチーム連動っていう考え方じゃないですね。なんかそうなんですか、うん、もうそのグループ戦術の話してるから、チームはチームの約束とかなんかそういうのじゃなくて、そのチームになっちゃうと機械的になっちゃうから、その瞬間のグループ、ね、その瞬間の戦いとして、そのなんだ、だから連動っていうのもなんか自分の中でちょっとしっくりこなくて、なんか前回かな、あの要はそのちょっと前の回で、あのマルカシオンでディスタンスっていう、要は感覚を取るマークっていうのをやったと思うんですよね、うん、要はあの状況に応じて感覚を取るっていう、うん、それが結局はその最初のボール保持者に対してる人のマークの感覚とある程度連動してっていうのが、このインターセプトにもつながるのかなっていう、前の話は個人戦術だから2人に触れてないの、うん、あ、そうなんだ、そうだけどグループ戦術でいくと2人には触れるんだけど、連動、まあ連動っちゃ連動かだけど、なんかなんだろうな、その瞬間瞬間の状況を見て、まあ、行動するっていうか、まあ、気づいて、まあ、プレーを決めていくっていうのが重要だから、まあ、それを連動って言ってしまえば連動なんだけど、なんか連動で済ませちゃうと、なんか連動で済んじゃうから違う、なんかだってそのなんか連動っていう中には認知して決めて、まあ、実行するっていうよく言われるワードがあるわけで、うん、なんかそこを連動ってパッて片付けちゃうのは、あんまそれこそ機械的な選手になっちゃうんじゃないかな。ああ、そうかそうか、寄せば寄るでしょとか、そういう、うん、単純なものでもないって、うん、あ、要は1人目が寄せるから僕も寄せますって機械的に何かやるでもないから、まあ、寄せ方にもよるし、寄せてるっていうのが近づいてるだけかもしれないし、だから近づいてるだけだったらプレスがかかってないし、めっちゃ奥が深いですそうかそうか、そういう本当に状況に応じて、だから連動するというか、自分がその状況を決めていく、決めていくっていう、そう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 、また細かい、マスさんのディティールが細かい、単純な連動って片付けるとダメみたいな、いろいろなね、はい、判断状況があるから、だから連動というよりもその人の状況がありきで、私がどう決めるんだ、決断するんだってことです。そう、グループ戦士ってそういうことだもん。あー、深い深い、単純にインターセプトを説明したかっただけなのに、やっぱり深いマッサン。ボールをただ単に取るっていうところでもいろいろ考えることがあるということなんでしょうかね、ここを取るの、うん、これまあ2人目の人がどうやって、ね、前の人を状況を見てやるかだけじゃなくて、行く人もやっぱ当然自分が取りには行くんだけど、どこかで取らせようかなみたいなことを考えてもやっぱ行くんですよね、当然。1人目が、うん、取らせようかなって考えてる時点だと多分もう相手の方が先手取ってっちゃうから、僕が考えてるのは1人目の行為に応じて常に2人目がつながっていく、まあ、見て決めていくっていうところだから、1人目があんまりどこで取ろうかとか考えるんじゃなくて、もう1人目は1人目としてそのボール持ってる人に対して嫌なプレーをした上で2人目が決めていくっていう、なんかそういう、まあ、連動っていうんだったら、そういう連動性を僕は見るタイプです、要は1人目の人が下手に、要は誰かにはめようなんてやってるってことは、ちょっともう後手に回って、うん、ちょっと間を取りすぎちゃったり、インセンシティとか強さが強度が落ちたりするから、うん、もう1人目の人はその後のことは周りの人を決断するだろうから、うん、まず自分はボール取るなら取るとか、うん、その寄せて相手にプレッシャーかけるってことに集中するっていう、うん、そういうってこと、今の話、うんうんうん、まあでもそこに一応なんかなんていうこう一応まあこういうふうにそれぞれの何で状況によってこうしていきたいねっていうなんだルートっていうか段階はあるけど、うん、感じで、予想する目が必要だしね、インターセプトっていうのはね。そうですよ。そう、だから予想するためにはプレスがかかってないと予想できないし、できなくて自分のところに来そうだみたいな、うん、すごくそのこの距離感っていうのはなんか近づきすぎるともそもそもパスの人が出してこないわけですよね、うんうんうん、で離れすぎると綺麗に通っちゃうから、うん、ここもやっぱこう、うん、
ところは、うん、コツコツっていう感覚っていうのってまあでもインターセプトが最終目標じゃないから今だったらそうかそうかそうそうだから別にインターセプトは1個の手段だから取るための、うん、だからあえて距離を取るっていうのはそんなにしないと思いますね、うん、もう1人目は行けてて行けそうだったら行って行ってもしかしたらそれで1人目の人がパスを出せないから相手の攻撃者そしたら、そこで取っちゃうと思うねインターセプトはこっち側で狙ってたけど、うん、相手がそれによってあ来ちゃってるって気づいちゃってやめるからより出せなくて本当のもう一回1人目が奪っちゃう蹴ることもあるしそうだからあとインターセプトって結構カウンターへの一歩になるから、うん、その簡単一歩としてのその取り方そうそうそうそのコントロールっていうのもおかしいけど普通パスを受けたのをコントロールトラップっていうけど、うん、あ別に相手からボール取った時トラップなのかな相手がボールを取った時のファーストボールタッチプレスっていうかねファーストアタック触り方ねをあの良くするためにはその前の体の向きも重要で、うん、でどこの足で当てるかとかいや取ってはい攻めじゃなくてもう取ったその瞬間がそう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 次の攻撃の一歩にもう切り替わってるっていうところまで意識してそうそうそう深い深いまあそうでしょうね子供たちではそこまであの想像してこうあのやるとかなかなか無理かもしれないですけどさすがにそのね F リーグとかそういうところのレベルいやいやでも全然インターセプト教えてもそのそれこそユニオンでもやっとると思いますそうそうそういうふうねはいはいはいこれはインターセプトをねまたこれ語るとシンプルなものほどね語るとキリがないっていう感じになりますねはいじゃあ、今日ですね、そろそろお時間になりましたので、今回は、ここまでにしたいと思います。はい。教えてマスターですね、本日の個人戦術パターンのテーマは、インテルセプタシオンということで、インターセプトですね。ボールの行く先を防いで、ボールが目標に到達するのを妨害する。まあ、要はパスを取るということで、攻撃の直接ボールを持っている人に行くパターンであったり、そこから、ボールを持ってない人、要はパスで行く先を、から、ボールを取るということで、まあ、守備の形としてこう奥が深いということで、こちらですねこういろいろ下手なことを質問すると質問の流度が高いと教えてもまさに質問言いづらいっていう深い深いということがよく分かりましたはい気をつけなきゃよそうそうそうですね安直にやっちゃダメだパス取ればいいんでしょっていうわけじゃないというはい深いということがよく分かりましたのでまた次回もいろいろとね、安直に考えずにいろいろ掘り下げていきたいと思いますはい次回の教えてマスさんもまだまだグループ戦術守備の部分についていろいろ進めていきたいと思いますので次回の教えてマスさんもお見逃しなくあさりがおう